ちょっとこの女神像なんだけど、なんかいつもと違うことを言い出しやがったのよね。なんかね、ほら右上に今まで弊社では取り扱ってなかった商品が出てるでしょ。上のやつが祝福の光だけど、まああれいつも通り4つ集めたから来たんだけど、なんか別のものも4つ集めちゃったみたいなのよね。で、あれの名前が、そう、賢者の石。すでに祝福の光と賢者の石を4つずつ持っているようですね。そう、この賢者の石ってのが、まあ、主に空島の宝箱で手に入れてきたものだと思うんだけど、地上では手に入れたことなかったはず。まあ、これも4つ集めると、新しい選択肢が出て、これちょっとワクワクする響きじゃない？賢者との絆を深める。これやってみようかなと思って、初めての出来事だから。その賢者の石4つと引き換えに望みの賢者との絆を深めて、うわ、一人ダメ、全員じゃ。あ、そうなんだ、そういう感じなんだ。こんな恋愛シミュレーションゲームみたいな、どうしようこれ。指導とルージュ様はちょっと自分が選ばれないと不機嫌になりそうだな。不機嫌っていうか落ち込みそうだな、うっすら。へえ、そうなんだ、リンク、わらわのこと選ばないんだって。おへこみになられる可能性が、まあ、なくはないよね。そうか、リンク。いや、リンクが決めたことならいいんだぞ。俺のことは気にするな。とか、まあシドも言うかもしれないじゃん。どうしよっかな。まあユンボは絶対気にしないと思うけど、そんなこと。でも俺ちょっとチューリにしようかなってこれ見た時よぎったな。まず最初に、まあ一番最初に仲間になったのがチューリだし、一番能力の使用頻度が高いのがチューリなんだよね。移動系の能力だからさ、あの風起こし、単純に使用頻度も高い。ここはちょっと一番先輩の賢者に譲ってもらおうかな。なんか能力が向上する系のことだったらさ、まあやっぱり使用頻度の高い能力の方がいいじゃない。じゃあチューリで。すまないみんな。ではチューリとの絆を深くいたしましょう。勝手に絆深くされんのもなんか違うけどな。こっちのペースで絆は深めさせてほしいけどな。風の賢者チューリとの固い盟約。風の賢者チューリと盟約を結んだ証、チューリとの絆が深くなったことで呼び出せる分身の攻撃力。あ、そういう話ですか。攻撃力か。いつも呼び出してるあの四念体の攻撃力が上がるだけなのかな。別に能力には影響ないのかな。あ、でもまあそれでもチューリでよかったかもな。別にチューリのヘッドショットに救われる場面は多いので、まあ彼の攻撃力が上がるっていうのはメリット大きそうだな。あ、なるほど、まあそういうことでしたね。あ、よかったよかった、ルージュ様から嫌な目で見られたりしなくて助かりましたよ。じゃあハートの器も増やして、まあなるほどな、ハイラル中全部冒険したら4人とも絆深めることもできんのかな。そしたらすごく頼りになりそうだな。じゃあその賢者を、そうだ、今4人って言ったけどもう1人増える予定なんだよな、賢者。その賢者を探しに行こうと思ってるわけですよ。5人目の賢者、ついに。いろんなね、いろいろと脇道にそれたりしましたけど、なんだっけ、なんだっけ、あいつ、あの自己顕示欲、あの自己顕示欲そのものみたいな人間、あ、カリユー先生だ。カリユー先生がここのポプラーコーチ眺望台にいて、タウロさんがカズリュウコに行ったっていう情報を得たのよね。じゃあまあそこまで行こう。まずよし、見つけるぞ賢者。あ、そっかそっかそっか、ここってあのライオンがある場所だ。この辺のマップの、あ、そうだね、空マップにするとあの謎のライオンがある場所の近くなのか。これもミネル様となんか関わりあったりすんのかな。っていうかこの BGM あれか、近くにドラゴンとかいる。あ、そういうわけじゃないのかな。
近くに何かしらのドラゴンが来てるときこの BGM になったりするけど。いや、びっくりした。今急に天気予報のすべてが雷になって、はいはい、ビリついてますよ。ちょっとこれはさすがに外そう。金属製のもの。ちょっとさらに周囲見てたらいたわ、上に。あれ白竜じゃねえの？姫様、俺はここだ。あ、でもね、俺一回だけ強化したのよ、新式英傑の服。今まで防御力5だったんだけど8になりましたね、一回強化して。これ白竜も姫様こと白竜もブレワイにも出てきた他の3体のドラゴンと同じで、体に矢を打ち込んだりしたら鱗とかを手に入れられるみたいなので、ドラゴン素材をそれ使って1回だけは強化することに成功しましたね。で、言ってる間にすいませんね、画面ぐるぐる動かして。ああ、全然スタミナ見てなかった、全然スタミナ見てなかった。わ、止まる、わ、リク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 してた。おー、あぶねー、全然スタミナ見てなかったぜ、白竜に夢中で。あ、でもこの辺だよな、あの焚き火、そうじゃないの、あの辺にいんじゃないの、タウロさん。なんか上の方に祠もあったよな。うわー、あそこ先に寄ればよかった。まあ後回しでいいか。ここがカズリュウ湖という場所で、研究者のタウロさんがここに来ているはず。おやおやおや、メモだけが残ってんね。なんかそこ入れそうな、いるわタウロさん。ああ、こんな遺跡今までなかったよな、ブレワイの時。まああの人のことは追いかけるとして、これ違うんだ、ルージュ様、ちょ、しまって、それ怒んなって、さっき選ばなかったからって。ふーん、リンク、そうなんだ、わらは選ばないんだって。カリーユさんへ、台の上のメモ、これタウロさんが書いたやつだよね。どうやらこのゾナウ遺跡群でも天変地異の影響があったようです。だ、後から来るであろうカリーユ先生に向けてのメモなのか。このテントのすぐ前に長い柱状の遺跡が見えるかと思います。この辺りにあんな遺跡はなかったはずで、調べてみたところ柱の根元部分が開き、あ、ほう、奥へと続く通路を見つけました。それがさっき調査してた場所ね。これは新発見です。これから僕は通路の奥を調べに行ってきます。カリーさんもこのメモを読んだらすぐに来てください、タウロ。タウロさんもあれと同じ拠点作ってんじゃん、この布かけただけのテント。カリー先生はこれ作っただけでヘロヘロになってたけど、あいつしばらく来ねえや。ちょっと、ルージュ様、それしまおう、しまおう。あ、そう、ありがとうね。で、祠の反応もあるけど、それ多分上のやつだよな。まあ、行っちゃうか。もうここまで来ちゃったし。タウロさんが入っていった遺跡。そこだな。いや、なるほどな。これひょっとして神殿なんじゃないの？魂の神殿。魂の賢者でしょ？ミネル様は。え、タオロ、何してん？あ、やっぱり来てくれましたね。輪っか遺跡の大発見をしたあなたならきっと来てくれるだろうと思ってましたよ。うん、カリユ先生より先に来ちゃったな。実はこの遺跡でも早速新しい発見があったんです。ほら、これを見てください。この壁画は文字が記されたゾナウのレリーフです。この衣装は間違いありません。それがこんなに美しい状態で残っているなんて、まさに奇跡。いや、あるいはこれもゾナウの高度な技術の賜物かもしれません。おかげで文字はある程度読み取れるので、さっき一度解読をしては見たんですが、これがなかなか難しくて、詩にも思えるのですが、何かの暗号なのでしょうか。カリュウ先生だけじゃなくてリードさんも連れてきたらいいのに。あいつもう暇になったぞ全部の石碑解読させたから。やっぱ仲良くないんだな、リードハンとは。で、リンクさんにも分かるように読んでみますね。まず、大口の大蛇に沿い。うわ、これは謎解きだな。ギミックを解くためのヒントだ。このギミックを解いたら神殿出現か。長き首の竜に眠る雷光の衣まといて、と書いてあります。雷光の衣。
電気だよな。大蛇と竜、はあ、確かこの遺跡の目印になってた長い柱、竜の衣装をしていましたよね。いや覚えてないですね。マジで覚えてないです、それは。でも大蛇の衣装というのは見たことがありません。果たして大口の大蛇とは一体。それを見つけるところだな。そういえばカズリュウガーを大蛇に例えた歌があったと聞いたことがあったような。博識ですね。暗号はまだ続いています。引き続き読んでいきましょう。ああ、それを知ってる人を見つけたりすんのかな、その歌を。じゃあ続きは？はあ。シリオの祭壇にゾナウエネルギー。ゾナウエネルギーだけ直球だな、急に。暗号っぽくなんかオブラートに包んだりしないの？ゾナウエネルギーを捧げよ。ですね。急にカタカナ出てきたな。あーでもそれ、これそういう壁画なのか。あの捧げてんのがゾナウエネルギーか。でも文字は解読できても意味がわかんないですね。めちゃくちゃわかる。あ、そっか。タウロさん知らないのか、ゾナウエネルギー。うん、リンクにはもうおなじみのものなんだけど。タウロさん知らんか、ゾナウエネルギー。ゾナウエネルギーとは一体？それにシリオの祭壇、それはどこに？この暗号に隠された謎が全て解ければさらにすごい発見がありそうな気がしますね。まあ祭壇さえ見つけちゃえば、捧げるエネルギーは持ってるので、それをどう見つけるか。あともう一つ気になってることがありまして。お、実はこの遺跡の奥でもう一つゾナウの遺物を見つけたんです。形状からすると宝箱のようなものだと思うんですけど、僕には開けられなくて。あ、そっか、いつも右腕かざして開けてるもんな。いや、まあ大半の場合は蹴飛ばして開けてるけど。暗号の謎も解けない、箱も開かない。うん、どうすればいいんですかね。なんだよ太郎さん、その箱の開け方わかんねえの？こんなの横からトゥーキックでドンよ。ほら開いた。太郎さんでもできるって。これは、お、あ、雷雨時電気攻撃。なんか似たようなの持ってたな、別のやつで。別のシリーズで高音時炎攻撃みたいなのあったよね。結局これ全然活かしたことなかったけど、それの雷雨バージョンね。まあ別にキーアイテムではないな、ただの装備品だから。あの宝箱は謎解きとは直接は関係なし。この祭壇を見つけなきゃいけないね。あ、でも一応話が進んだ。あの宝箱みたいな異物が開いたんですか？一体どうやって？いや、でもそれが本当なら、何が入ってたさね、ウオトリーベン。よかったら見せてほしいわいさ。あ、装備して見せろってことね。はい。これなんですけど。別にタオロさんも着て見せろとは言ってないだろ。手に持って見せてよかったはずだけど。それリンクさんが身につけてるものって、いやすいませんね、たまたまサイズがぴったりだったんで。レリーフに彫られた人が着ている衣と同じものじゃないですか。ああー、なるほど、その壁画と同じものなのか。あ、それはもう一切気づかなかったですけど、一体どこで見つけたんですか？あの箱だよ、箱。あんな横から蹴ったら開くんだよ。さっき話した箱の中にあった？ということはつまり、紛れもなく神話時代の衣？はあ、すんごい発見さね。でもレリーフに彫られた人の姿と見比べるとまだ足りないものがありそうな。頭か？なんか被り物、特徴的だね。ユニコーンみたいになってて。ひょっとしたら同じように衣の入った宝箱が他にもあるかもしれません。あ、下半身装備もあんのかな？でも闇雲に宝箱を探すのも大変ですし、ロベリーさんが探し物に便利なからくりを。ここでロベリー？からくりを作ってると言ってましたから。そのからくり、図鑑センサーをもう持ってるですって。センサーに宝箱を登録しろってことか。ああ、すごいね。さすがにここまで来るといろんなものを求めてくるね。ロベリーのストーリーもクリアしてた方が進めやすくなると。それを使えば宝箱を探すのも簡単かもしれませんね。じゃあそれは従ってみましょうか。せっかくそう誘導してくれてるんだし。センサーに、あ、すいませんね、ちょっと前までカブトムシ探してたんですけど、蛮族装備を鍛えるためにね。でこの剣カブトに指定してたのを宝箱にしちゃえば、
宝箱に近づいた時にセンサーが反応するはず。この近くにはないな。なってるよな、ちゃんとセンサー。あ、なってるね、宝箱に。じゃあ一旦外出て服戻して。といってもな、センサーもある程度近くまで行かないと反応しなかったりするしな。どうなんだ、どの辺を探索していいのか、そんなに見当ついてないよ俺。このカズリュウコの近くでいいと思うんだけど。あとね、リュウがどうだの、ダイジャがどうだの、なんかそういう話もあったよな。あ、はいはいはい、今タウロさんが入ったこの入り口のこの上の柱が、これのことか。リュウってのは、リュウが目印になってましたねとかさっきタウロさん言ってたけど、リュウはこれのことで、でもダイジャがわからないと言ってたのよね、タウロさんも。ダイジャね。あ、そう、カズリュウコを蛇に見立てた歌があるみたいなこともさっきタウロさん言ってた気がするけど、あ、確かに口を開けた蛇に見えなくもないな、この形状が。このカズリュウコそのものの形状が湖というか川だよな。あ、こっちはカズリュウ川って命名されてるのね。カズリュウ川の進んだ先、ここがカズリュウ湖で、で大口開けたダイジャの意味は分かったけど、この文章を見ると、その長き首の竜に眠る雷光の衣ってのはさっき手に入れたわけだもん。なので蛇の尻尾の場所に行けばいいんだな、尻尾の祭壇。ああ、なるほどなるほど、しっかり読み取ればわかるもんすね。いや、でもちょっと尻尾の位置曖昧だぜ。川こう尻尾の方に来て、この辺ちょっと曖昧なのよ。でも大体この辺なのかな、大体この辺だわ。よいしょ、行ってみるか。宝箱をセンサーに登録しろみたいなアドバイス受けたけど、マジでないぜ。尻尾の方まで来たと思うんだけどな。嫌な音すんな、嫌な音すんぜ。うおー、チューリー、さすが絆を深めた戦士。適当に、そう、さっき雷だから装備外しちゃったんだよな。あとは俺に任せろ。ふいや、こいつ倒したとこであんま美味しくねえんだよな。こういう魔法の杖を落としたりすんだけど、魔法の杖ってそんな使いどころないんだよな。俺は好きだけどね、魔法を用いるのも。で、いや、曖昧だけど尻尾まで、あ、これ川か、カズリュウ川だ。地図で見ると樹木に覆われてる感じではっきり流れが見えないけど、この川を上流の方に進んでいけば、あれ、でもここもう途切れちゃってんじゃん。あ、途切れちゃってんじゃんよ、途切れ。ああ、それですか、これその祭壇じゃないか、さっきの。おっと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 、タウロさんの話に出てきた。まあまあ、無駄な殺生をする必要はないでしょ、無視して。ああ、もうそこ入れんな、与えるだぞ。ここにゾナウエネルギー捧げんでしょ。いやー、冒険してるぜ。この中は安全そうだな。で、もう置くだけでいいのかな、ゾナエネを。ゾナエネをここにポイ、じゃないの。あれ、そういうことでしょ、捧げるって。ここ祭壇じゃないのか、そもそも。あれ、ここ祭壇じゃないのかな、そもそも。ここじゃない。あ、なんか今ちょっと宝箱反応したな、センサー。お、センサーつけたのが役に立ったか。その宝箱ちょっと探しに行くか。おやったらゾナウギアが落ちてらっしゃいますけど、あそこかな。こういうのはね、結局戻れ子が全て解決しちゃうわけ。はい、乗って。で、トーレルーフをセットして来い。
今上に反応って出たな、宝箱センサー。あ、来たー。これはさすがに重要なものが入っているのでは。あ、いや、おっきなエネルギーを捧げろっていうメッセージか、これ。さっき通常のゾナエネを捧げようとしてなんかダメだったけど、このエネルギーあなたに捧げる。返せ。なんだよ。あ、っていうか俺、そうだよ、衣脱いだじゃんよ。さっき衣装備したまま捧げろみたいな、そういうメッセージだったじゃんよ。あ、なんだ、これだったらいけんのか。通常のゾナエネでも大きいのじゃなくて、これ言ったでしょ、言ったでしょ、言ったでしょ。いかんのかい、返せや。あ、ひょっとしてこれ一式揃えろって言ってる、マジで。一式揃えろって言ってんのか。装備品、この体のやつだけじゃなくて。嘘だろ、さすがにそれ見当もつかないぜ、他のパーツ。宝箱の反応今んとここっからしないし。マジ？一式探すの？装備一式？いやいや、ちょ待て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 、終わりだって、終わりだって、この天気はもう終わりよ。調査に集中してえのによ。一旦金属製品外そうね。外しまして、おおおお、どうした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 、どこ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 、え、どこ、え、あ、これ何、飛来神、あ、これか、びっくりした。ここに落ちるんすね、雷。だ、なんか他の装備品がある場所もこういう長い首の竜の頭はあると思うんだよね。だ、それが目印になるかなって思って登ったんだけど、天気悪すぎて見えないのよ、遠くが。やってくれるじゃねえか、怖い雷。雷、ちょっとここ怖い、ここ怖いよ。いや、でもこれ探すの大変じゃないの、結構。もしかして、お、ちょっと愉快な場所あんじゃん、ユンボ。おめえの出番だ。こういうところはキノコいっぱい生えてる、楽しい。おい、見つかる気しねえよ。おおおお、来た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 か。それそれそれ、その反応待ってたのよ。なんか敵いっぱいいる。いや、ちょっと待ってよ、それいるならいるって言ってくださいよ。ちょっと強行突破できねえかな。確かにこっちの方で反応があったぞ。いたー。いや、ゴーレムたちがいるってことはこの辺りに。よし、行け、天罰だ。そうか、雷の火って敵が自滅したりすんだ、助かんだ。あ、でもお前、おい、こいつ金属製の武器持ってねえぞ。こいつ賢いぞ。くれー、よし、イーガ断食伝。なんだっけこれ、これなんて技だっけ。あーしゃー、あの術、ドトンの術、くれー。そういえばこの龍樹様領域を張った状態でライネルの三連弓使った場合ってどうなんの。おい、どうなったかわからないぜ。三発落ちた感じでもなかったか、さすがに。おい、飛んでかないで、戦利品。雷三発ゾドドって落ちんのかなって思ったんだけど、さすがにそこまで都合よくはなってなかったかな。なんか戦利品の一部消えましたね、結局。ああ、散らばってるわ。ゾナウエネルギーで宝箱の反応があったわけですけども、どっちだ。あ、でもなんだこの上か。なんだ、あいつだと戦う必要なかったか、別に。あ、入り口ミッケー。あー、嘘だろ、陰謀来てくれ。もう戦うのめんどくせえよ。もう争いはやめようぜ。よしよし、陰謀、今だ今だ、ぶち込め。これでいたー。なんで俺、いたって生き物みたいな言い方したのかわかんないけど、ありましたね、宝箱が。これで2つ目だ。
こういう場所をもう一つ見つける必要がある。やったね。あ、でもまあ今装備してても防御力がうんちなので、まあいつもの装備にしといてもいいか。一旦ね、全部揃うまでは。よし、探すぞ三つ目の衣。ちょっともうやめましょうよそういうのな。あ、やめよって争いは。争いは何も生まない。おいおい、一人倒したと思ったら来やがったよ。増えるな増えるな、せっかく白銀倒したんだから。ちょ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 、待て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 、やめろって。争いは何も生まないんだ、分かってくれ。頼む、分かってくれ。よし、でもう一箇所でもな。今のところも割となんか適当に歩いてて見つけたみたいなとこあるからな。あーでも天気が良くなったから見通し良くなったか。さっきはもう大雨の中だったから全然遠く見えなくて闇雲に行動してたけど、でもやっぱこういう竜の頭はあるんだな。こういう場所を探せってことではある。高いとこから見た方が分かりやすかったりすんのかな。いやでもここは頭脳で行こう。すでに3箇所中2箇所には到達してるので、なんか予測できるんじゃないか。まずこの転倒してんのが最初にタウロさんがいた、一番最初に体上の服を手に入れた場所なんだけど、ここがスタート地点で頭ので、最後がこの尻尾のところの祭壇だとすると、川沿いだとは思うんだよね。今行った場所がここなんだけど、あ、ここじゃないの。なんかこれちょっと地図細かくて分かりづらいかもしれないけど、今行った場所のこことこの場所ちょっと特徴一致しないか。あの真ん中の黒いのって角の部分でしょ、竜の頭の。あ、これこれだぞ、これだ、特定しました。あーでもリーザルフォスの群れがそこにいたりもするんだね。まあちょっと迂回していくくらいはいいでしょう。戦いとチーズは避けてもいいんだから。あ、お見事、反応したぞ。チーズのここ、あ、もうちょうど向かいだ。これか、これだ。あのさっきね、雷がピシャンピシャン落ちてた飛来心の部分がなんか黒い黒い点になってたわけだ、地図上だと。いや、地図の精度が高いぜ。で、これは刃物じゃないとダメ。マスターソード、これで、あ、もうすんなりだな。全部そうだったけど、ここには特に障害がない。で、横系飛ばしたらもうこうですよ。よし、これで今度こそゾナエネを捧げたら何か起きるはずだな。よし、じゃあもう一式装備しちゃいましょうか。うわ、ユニコーン裸足なんだな。せっかくだから目的地の前に一回見せたくなっちゃうね、タウロさんに。おお、その姿その衣一致でしょう。今度こそ壁画と、どこからどう見てもレリーフの人にうり二つ。まるで神話時代の人を見ているような気分です。リンクさんには本当に驚かされっぱなしです。またもこれほどの発見を成し遂げるとは、実にお見事です。リンクさんの発見で謎の解明に一歩近づいたと思います。まあ一歩近づいたとは言うけど、でもそのゾナウエネルギーの正体をタウロさんは知らないから一生たどり着けないわけだよね、タウロさんには。この暗号に書かれている雷光の衣をまといてという部分、リンクさんが見つけた神話時代の衣を着てということでしょう。そうだな、今度こそこの一式を全部身にまとって、そのエネルギーを捧げると。まあ任せといてくださいよ、魚でも釣って待ってな。よし、来た来た来た。まあこれ捧げ方はさっきので別にいいんだよな、多分。そのエネルギーを捧げろ。お、これはもう5倍すごいことが起きんじゃないの。5つ捧げてますからね。お、飛来心。あ、これちゃんと意味あったんだ。意味あったんだな、俺がビビってたあの飛来心。
同時？あ、じゃあこの上空の雷雲の意味ってこれなのか。あ？あ、雷雲が晴れてあそこに行けるようになったってわけだ。試みたことなかったけど、今まではじゃああそこ近づけなかったのかな。カリーさん、あれですよ、あ、やっと来たのか。カリー、そんなんじゃ名前残らねえぞ。あの竜の石像にも落雷したようです。あれ、誰かが遺跡の中にいる。すいません、お先に失礼しちゃって。こいつは失礼。びっちょびちょですけどね。おお、君も来ていたか。ここの竜の石像にも凄まじい雷が落ちたはずだが、無事なようで何よりだ。はあ、いやー、あんなに大きな雷が初めてでしたね。それに落雷前に竜の石像の目が光ったような。お、よく観察してるね。リンクさん、何があったかご存知なら教えてください。いろいろありまして。そんなことがよく一瞬で説明できたな。太古の遺跡の仕掛けが雷雲を消して新たな浮島が姿を現した。なんてすごいんだ。またまた大発見。いえ、世紀の超発見だわいさ。確かにこの発見は素晴らしい。お前の名前は乗らねえぞ、この発見には。すぐにでも調査に向かいたいが、しかし空の上では手も足も出んな。うん、そうなんですよね。でもこれほどの大発見です。まずはプラー様に報告しなければ。あ、そうなるんだ。今すぐ行くわけじゃないのか。カリーさん、僕は一旦カカリコ村に戻り、今回の浮遊惑解石に関する出来事をまとめ、プルアー様への報告書を作成しようと思います。あなたはこの地に残って、他にも発見がないか詳しい調査をお願いします。え、この地に残ってというのは私一人で？あ、はい、空には行けずとも、まだまだたくさんの発見があるはず。いや、これ信頼されてんだぞ、カリユ。カリユ先生ならお一人でも大丈夫だと。それタウロからの信頼ですよ。その全ての解明をするのも我々の使命です。期待してますよ、カリユさん。ほら、期待されてんだから。一人で調査か。フィールドワークは苦手なのだが。だが、これは大手柄のチャンス。いや、これいいポジティブさでもあるよね、本当に。あー、任せてくれたまえ、タウロさん。タウロ君、そうと決まれば早速準備を始めれば。私も一旦調査拠点に戻るとするよ。拠点ってあの布かけてるとこか。布かけてるだけの場所だろ。はあ、じゃあ、あ、これはもうそのまま回収していいんだ。5つ捧げたからたくさん雷落ちたのかな。1個だったら1つしか落ちなかったかもしれないね。さて、じゃあもうここには用はないと。で、上空には大きな雷雲この辺かかってましたけど、消え去ってるぜ。いや、なんか一回試みときゃよかったな、ここに近づくの。多分なんかダメだったんだろうね。今こうなってようやく、なんかこの島自体竜の姿してるよな。ここが竜の頭で、背骨が続いてて、尻尾の方まで一直線、竜だ。はあ、この竜の頭んとこまで行ったらいるんじゃないの、ミネル様。でもここの方が高度低いんだね。ここが一番下だ、色的に。どこにいるんだろう、5人目の賢者様は。じゃあ一旦砦に戻るってことでいいのかな。じゃあもうこの服を着てる必要もないわけだ。